先行製品品質計画。先行製品品質計画。先行製品品質計画。とは、製品を企画、開発し、量産に至るまでの手順やなすべき作業を、製品の品質を確保するという視点からまとめた、ものである。世界の完成者メーカー、OEM の中でも、主にアメリカ系の OEM がアップクップの手順に沿った、スケジュール作りや体制作りをサプライヤーに、 要求している。品質計画、クオリティプラニングとは、要求品質を達成するための目標を設定し、その目標を実現するための具体的な方法を計画することである。アップクップの元になっている考え方は、この品質計画を設計、開発が終わってから策定するのではなく、設計、開発の終了に先んじて、品質計画を開始するということであり、これが、アドバンスと。 先行の意味である。アップクップがどうあるべきものであるかということについては、AEG の発行する、手引き書、アドバンス l プロダクトクオリティ、プラニングコントロールプランレファレンスマニュアル、2013年、現在の最新版は2005年に発行された第2版に、具体的に規定されている。ドイツ自動車工業会、ベガモ製品及び製造プロセスの設計。 開発の手順をテーマにしたデビキショーを発行しており、ベガバンド4コピーテル、DFSS がそれに当たる。とは、デザインク6シグマの略である、6シグマ3章。1988年、アメリカで、ゼネラルモータース、フォード、クライスラーの購買担当副社長が、サプライヤーに要求する、品質マネジメントシステム及び品質マネジメントの、手法に関する、 友の使用や手引書を作成することに合意した。この合意の結果作成された手引書の一つが、アドバンストプロダクトクオリティ、プラニングコントロールプランデフレンスマニュアルである。1994年に初版が発行された。同時期に作成された、生産部品承認プロセス、PPAP、統計的プロセス制御、SPC、測定システム解析、フミアの核。 手引書と合わせてファイブコアツールと呼ばれる。これらの手引書きはそれぞれアメリカ自動車工業会 AEG から発行されている。アップクップは作成された直後はあまりサプライヤーの注意をしかなかった。しかし、このアップクップの手引書きが発行されてからすぐ後に共通のサプライヤーに要求する品質マネジメントシステム規格である QS-9000 が発行され、 アップクップも QS-9000 によって参照するように要求されたのである。2013年現在、QS-9000 は廃止され、代わって ISO TS16949 が自動車業界でサプライヤーに要求する品質マネジメントシステムの仕様となっているが、アメリカ系の OEM を中心にアップクップは現在でも ISO TS16949 とセットにして、サプライヤーに求める品質マネジメントシステムの要求事項の一部としている。例えば、フォードは ISO、TS16949 の顧客固有要求事項、第2章に27の参照文書の一つとして、AEG の発行するアップクップの手引き章を挙げている。アップクップの基本となっているのは、 との二つの考え方である。アップクップの手引き書きでは、製品の効果的な品質計画を達成するために、クロスファンクショナルチームを組織するべきであると、クロスファンクショナルチームが共通の目標に向かって努力するプロセスがサイマルテニアスエンジニアリングであるとしている。サイマルテニアスエンジニアリング、コンカレントエンジニアリングとは一般に、 設計の成果を実際に実現するメンバーを最大限に設計のフェーズに参加させるような体制づくりことである。つまり、設計フェーズの進行中に後に続くフェーズを次々に開始していくことになる。しかし、サイマルテニアスエンジニアリングは単に機械的に各フェーズを早めに開始することではなく、そのような方法はファーストトラッキングと呼ばれる設計以降の 各フェーズで実務を担当する各グループ同士が設計の行状況に合わせて情報をフィードバックし合うことが本質的な要素として含まれている。アップクップでは品質の高い製品を早期に導入することをサイマルテニアスエンジニアリングの目的として掲げている。プロジェクトを遂行する各グループはそれぞれが様々な役割を持っていが中でも品質計画グループは 他のグループの計画やその実施がプロジェクトの目標に向かっているかどうかを監督する役割を担っている。ところで、例えば製品及び製造プロセスの設計、開発の期間をいくつかのフェーズに分けるための10通りの方法をベダの手引き書きが例示しているように、フェーズの分け方は一般にいろいろな方法がある。アップクップでは、 規格から量産までを、以下の5つのつフェーズに分けている。一つのフェーズが完了してから次のフェーズに移ることにするとするとそれは手堅い方法ではあるが量産開始までの時間は長くかかる次のフェーズを先行して始めることにすると量産開始までのトータルの時間は当然短くはなるが先行するフェーズが見込み通りに終わらなかった時に すべてやり直しになってしまう危険はある。例えば、AEG の手引書に掲載されている図によれば、設計、開発が完全に完了する時点で、製品及び製造プロセスの検証試験がすでに始まっており、そのスケジュールの主要部分の3分の1以上を消化していることになっている。設計の最後の時点で大幅な設計変更があれば、それまでに言ってきたバリデーションの成果無駄になるかもしれない。 ところで、例えば開発を担当する部署と生産準備を担当する部署は通常別の部署であるが、上に述べた通り、サイマルテニアスエンジニアリングを実現するためには、各部署が緊密に連携し、情報をフィードバックし合う必要がある。この時、例えば部署の長が他の部署からの依頼を受け、そのたびに実務担当者に業務を割り振るようなやり方を敷いたら、それはとても都合が悪い。 そこで部署の長は、ある特定のプログラムに対して、1 0 0人の担当者を指名し、その担当者は、そのプログラムのプロジェクトマネージャーの指揮下に入る。このように、各部署から、そのプログラム担当する代表者を集めたチームが、クロスファンクショナルチームである。それぞれの担当者は、プロジェクトマネージャーの指示で業務を進める。しかし、担当者の居場所は、自分の所属部署のままである。 所属部署の上司に対しては、プロジェクトの進捗などを報告し、所属部署の方針を守りながら、他の部署のプロジェクトメンバーとロジェクトを遂行していくことになる。ISO TS16949-2009 でいうところの多様な分野からのアプローチとは、具体的にはこのクロスファンクショナルチームを組織することを意味する。アップップの各フェーズの内容の概要は、 以下のようになっている。A ジの発行するアップクップの手引き書きはあくまでも手引き書きであって ISO TS16949 や PPAP のマニュアルと違い手引き書に記載されているすべてのことを必ず実施しなければならないというせいのものではない。OEM が要求するようにアップクップの手引き書を参照するということは 最低限以下のことが取り入れられていることと言える。もちろん OEM によっては、プログラムの進行に合わせて行う作業を規定し、その作業の結果としての書類の提出を求めることも、ある。例えば、フォードはという仕組みを運用している。これは、アップクップの手引書の内容を、より具体的にして発展させたもので、GPDS では、プログラムの進行に合わせて31の要素の実施と、 それぞれの要素に対応する書類の提出をサプライヤーに要求している。一連のアップクップの活動の成果として最も重要なものがコントロールプランである。コントロールプランとは製品の製造プロセスの中でどの工程で製品や製造プロセスのどの特性をどのように管理、確認するかということをまとめた一覧表である。コントロールプランは ISO TS16949 でそれを作成することが求められており、コントロールプランの書式も ISO TS16949 の不足 A として定められている。日程企業では QC 工程図と呼ばれることが多い。アップクップでは量産用のコントロールプランは製品及び製造プロセスの検証試験のフェーズで完成させることになっている。 それまでの活動の成果、つまり、元々の製品への要求事項、それを実現するために管理すべき製品や、製造プロセスの特性、開発や、試作の段階で分かった重要な特性など、それまでの活動で得られた知見すべてを、何を、どう管理するかという表現で集大成したものが、コントロールプランである。フや、MSA などの成果も土台にして作成される。そして、 このコントロールプランをもとに品質管理の作業マニュアルが作成されることになる。コントロールプランは品質管理のシステム全体を要約したものであって、そのまま品質管理の作業マニュアルにはならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。